とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新となっております。28回、なんとも微妙な回数ですね。行きましょう。エンチャントは良くない。そのまんま行きます。まあ、弓に追い打ちを入れてもいいかもね。アイテムボーナスもなんかあったな。それを入れてもまあいいんではないでしょうか。いきなりのクリーパー、もっと出るか。お、出る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 。いや、でもあれぐらいの数だったら OK でしょう。終わり。いや、まだか。長えよ。そんなにいっぱい出なくていい。でも終わりかな。まだ。そこにいたんか。じゃあ鬱陶しい。お前鬱陶しいな。はい。いや、なんか戦いにくい。ほんと嫌な場所。いりません。そのまんま行きまーす。硬いやつが出るね。でもクリーパーみたいなのは出ないか。はい。特に難しい敵はいなさそうね。いや、でも多いな。あ、まだ。おーい、そういう変なとこにいないでくれ。次、パワーシェイカーだな。パワーシェイカーでいきましょう。お、久しぶりになんかここ来たような気がする。久しぶりだな。はいはい。で、終わりかな、これで。終わりだったら嬉しい。どうだ、まだこっちにいるんでしょ、どうせ。ほら、敵がね、なんかちょっとばらけすぎてるね。もうちょっとなんとかしてほしい。おお、バーストクロスいいね。で、結構序盤から釣り竿がある。今回いいぞ。バーストクロスにしましょう。んで、これでいきまーす。でもまだ矢がね、52本、若干少ない。よし、OK。もう変に出ないでよ。変に出なくていいからね。危ね。よし。いいんじゃない？下の方は結構いるか。いそう。うわーい、すでにちょっと耐久力が足りなくなってきてる。どうだ、ナイス。まだいる。よし、あと、あ、オーケー。上の方にはいなかった。まあ、それはいいとしよう。次、これはいらんかな。おお、ここか。ちょっと矢が出てほしい。ちょっと矢が出てきてくれたら嬉しいかな。お、ナイス、待ってました。よし、いいんじゃない。やべ、囲まれないように。終わり。どうだ、まだいるんか、そっち。終わりし、オッケー。次、虚無剣いいけど、まあもうちょっと我慢するか。パワーシェイカーあるしね。
9階がボスかな、8階が商人で9階がボスじゃない。 OK、 特に面倒なやつ。おいいるんかい、タワーレイス。でも2体ぐらいだったか。 OK、 終わり。まだ、よし終わりだ。はい、6回クリア。もうちょっと敵がね、こう固まって出てきてほしいな。だったらサクサクいけるんだけど。はい、雷の杖一応持っていけ。おお、で商人で次はボス。あ、ボスじゃないね、もうこれでしょ。もう初期の装備をね上げたってね、いまいちなんで、これでいきます。でここ OK、 まあボスまでにはソウルはたまるかな多分。うん、いいんじゃない。うん、リッチがちょっとめんどい。でもこれで終わり。よし、8回は少なめ。いいよ、この感じがいい。愛のメダルアップドラフト。おーおーおー、エンチャント楽しそう。素晴らしいね。森の矢筒で行こうか。うん、弓がせっかく強いんで森の矢筒で行きます。あっと、長弾3入れとけ。これでほぼ長弾するようになる。ここは大丈夫ね。 OK、 ナイス。矢はありがたい。どこ行ってんの、どこ行ってんのお前たち。本当にどこに行ってんのよ。はい、で次はボスでしょだね。あー、両刃斧でーす。一体かな、どうだろう。入れとこうか。単純火力をちょっと上げましょう。 33%。 どっち、ナイス。あー、反応が遅れた。まあまあまあいいや。おい、おっと、2回攻撃2回連続で食らった。もう分かった分かった分かった。あー、でももうもういや、もう雷の杖使え。よし、おいって。よし、 OK、 もう一回やられてしまった。でもあとはエンダーマンは弓で倒せるんで大丈夫っすね。いやー、やられちゃったのはショックだな。 OK、 次、釣り竿とサイス使えそうね。そのまんま行きます。防具欲しい。防具が11階に来てまだ初期っていうのがね、上から出るのは、うん、いやさすがにもう初期防具は良くないよ。さすがにもう無理だって。
楽勝じゃない？まあ弓を上げてるからか。え、終わりじゃないこれで。はい、11回クリア。防具、防具をください。ちょっと耐久力がなくなってきた。防具何か、まあ、途中でもなんかいろいろあったけどね。うわ違う、いいかな、そのまんま行きます。ちょっと逃げる場所がないところが来た。まあまあパワーシェイカーとか使ってなんか切り抜けましょう。 OK、 よし、おい固まらないで。やばい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 。もうこれ無理だよ。敵の火力がもう無理。防具もう何でもいいから変えよう。でもこれか、これじゃない、ドラよドラ。あーでもなー厳しいなこれ。あー厳しい。まあ弓で全部倒していけばま、なんとかなるか。弓で全部いければなんとかなるでしょ。 OK、 よし弓で全部倒していけ。さすがにもう食らうとまずくなってきたね。よし、あとそっちで終わりか。終わりだ。まだいるの、もうそういうのやめて。13回、防具防具変えとけ。もうさ、これでもいいや。うん、いけ、よし、耐久力はね全然違うはず。よし、いいんじゃない。バカ、あっぶねえあっぶねえ。でもタンブルビー2だったらまあこういうのあるよね。出なかったっていうやつ。安全面を考えるならやっぱり3か。よし、 OK、 終わり。よし、倒しきれないのかい。次は、いいかな、行きましょう。んで多分そろそろ商人来るんじゃない、おそらく。結構最初の商人が早めだったんで、2回目もそろそろ。いやまだか、まだ来んか。イエイ、クリーパー出んなよ。終わり、いやまだ。意外でも敵が多い。15回おしまい。次、あーいらない。次行きます。このねシュルターがいるとこ嫌いなんですね。 OK、 突っ込みます。いけるかな、ここだけで。あ、いけるか。うん、動かんでいい。いざとなったらドラだ。うん、いける。
ちょっと待って、あそこのマグマキューブなんとかしたいな。よし、終わり。あと上に何体かいておしまいね。よし、マグマキューブうっとうし。イエイ、終わりだ。16回、次。お、エンチャント良くないな。森だ。もう雷の手なんかもう微妙だな。回復け。雷の杖は、まあ、ボス戦ではね、若干使えたから、いいとしましょう。OK。危ないよ。よし。ちょっと中央で戦うのは若干危なかったか。まあまあ、ポーションバリアあったんで、なんとでもなったか。危ねえなあ。ちょっと待て、危ない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 危ねえ危ねえ。クリーパーも多いしね、戦いに行く。17回クリア。次、あ、うん、スケールメール変えようか。スケールに変えてクールダウンつけていきましょう。あとは、うん、特にいらんかな。はい。で、何が来る？金細工か。どっちか。武器か、弓か。武器！武器をあげろ。どうだろうな。どうだろうな。何がついた？毒の雲に。まあ、うん、いいんじゃない？タワーでこれ意外と使えるもんね。2体でしょ、2体でしょ。どっ、あー、ぶねー。オッケー、ナイス。いや、これね、うん、弓でよかった。弓っていうか、あの森の矢筒でよかったわ。森で絶対良かったよ。はい、クリア。次。おお、今回キノコある。変えるか。珍しいね、キノコがある。はい、次どんどん出して。 OK。 久しぶりだね、キノコが出るなんて。何シーズンかぶりです。おい、ああ、いいよ。毒の雲、これ大当たりだわ。つえつえ。ちょっと待ってって。敵の火力だっけ。敵の火力って、こいつの火力がバカ高い。やばっ、これ完全にやばい。完全にやばい。あと一発もらったら終わる。これやっべえな。あぶねえ、回復した。オッケー、終わりだ。え、まだ。これ多分下だわ、下の方だわ。あ、いた、いたいたいた、下にいた、あそこにいた。もうめんどくさい。はい、おしまいです。はい、でコブ変えようか。うん、おお、ここね、コブの、こんな感じでいきましょう。どうせ
クリーパー多めなんでしょ。そうでもない。よし、いいんじゃない。あー、上にエンチャンターがちょっといるね。問題ない。よっしゃ、嫌なやつ。ここ終わり。うん、まあこれ両馬王の上げで大正解だな。めちゃ強い。あー、闇にしたいするか。火力は下がるけど、火力下がるけどいいでしょう。一回やられてるんで、まあいやいやいいや、このままいきます。一回やられてるんでライフブーストもありかなと思ったけども、まあなしでいきます。いいね、ちょっとうっとやつ。よし、いけ。おお、固まった。ちょっと待って、やばいぞやばいぞ。あぶねえ。終わり。はい、次。あー、火力上がるね。破滅も悪くないけど、うん、こっちの方が、いや、変えない方が良かったか。毒の雲ついてたな。うん、まあ、いいか。うん、いいや。で、ユニーク。おの。お、ワールウィンドいいね。え、ダブル衝撃波じゃん。お、ダブル衝撃波。え、これ初めて使うな。ダブル衝撃波強いんじゃない。で、ここやめて。ここはやめてくれよ。やっと開いた。めんどくさい。連続できたな、あそこ。OK。で、今回ボス誰だろうね。まだ2体かな。2体かもしれませんね。それはちょっとやだ。お、カトラス、おー、釣り竿にもってこいのやつがあるね。うん、あるある。OK、次行きましょう。んでね、このワールウィンドのダブル衝撃波、これ強い。ダブルの衝撃波、これマジ強いよ。おう、これ誰でもつけれるんで、これおすすめです。めちゃくちゃ強い。衝撃波がね、ダブルでつくとは思わんかった。いや、これはほんとタワー限定の武器だね。衝撃波が2つつく。うん、重複するんだ。よし、 OK。 次、いや、次の次か。商人は あ、ネクロは最初だけだったか。ちょっとネクロ多め出るかなと思いきや、最初だけでしたね。 OK。うん、うん、まあまあ余裕でしょうね。で、いや、いいエンチャントはない。で、ここか。結構序盤に来やすい場所が終盤に来るっていうね。いえ嫌な場所。ちょっと待て、よっしゃ。わ、すごいね。なかなかの場所だ。よし、 OK。 ちょっと待て、このエンジャンターどうにかしないと俺無理だ。 OK、 いけた。はい、エンチャンター多い。26回。
あ、ユニークはもう終わったんだ。ユニーク終わったんだ。変えよ。あ、あ、商人3回したか。そう、金細工あったね、パワーあったね。で、ユニークまた、ああ、終わった。そうだ、そうだ。終わってるわ。OK。まあ、いいでしょう。防具もね、最終的には、ポーションバリアついて安全なやつがね、出たし、まあ、火力も上がってるんで、いけるでしょう。で、エンチャントを入れてない？入れてないね。うん、いらない。おっそ！いや、珍しい。珍しい。ここが最終ステージなんて珍しいな。マジか。なんか、入れていきましょうか。うわー。で、なんか、若干違うね。うん。ステージの感じ、おお無敵じゃない。あ、いや無敵だな。ちょっとボスこいつやめて。まあまあステージの感じがちょっと違うっていうので新鮮味はあるよ。新鮮味はあるけども、こいつはやめてくださいよ。めちゃくちゃやりにくい。うわー、これちょっと対策が必要ですね。うん、早く倒す対策が必要。まあ OK。 うっそ、もうこれが出た。このバグ出たらもう時間かかるんだよ。もうよし、やっと終わった。はーい。え、なんか、うん、あー、なんか変な感じだね、ここがゴールなんて。なんか変な感じだ。はい、クリアです。なんだかな、ボスをこれにするっていうのはさ、これ時間かかるよ。で、全然良くないしね。はい、ということで、タワー初見攻略でした。今回時間かかります。うん、周回にこれね30分はかかるな。まあ最後のテンペストゴーレムをなんとか2ターンぐらいで倒せる、構成でいくといけそうだけども、そうね、まあ虚無はあるんで、まあ何かガツンとダメージを与えれる何かがあればいけそうです。雷の杖かな。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。